ルミア復活の初日である今日、 EX レイドの日でもあります。もうすぐ開始時間なのでジムに向かいます。開始まであと35分。今回は余裕ある行動です。ジムは自チーム防衛したいところです。なんと伊藤園さんからお茶をもらいました。伊藤園さんといえばポケモン GO のスポンサー、まるでポケゴートレーナーへの差し入れみたいな形になりました。すごいぞ伊藤園。どうやら全国の桜の名所で配っている模様。桜が咲く場所といえば上野公園や代々木公園とかもそうですね。つまりポケゴーの優秀なすです。そこでポケゴースポンサーの伊藤園さんがお茶を配布。素晴らしい。というわけでお茶をもらって元気いっぱいでミュウツーに挑みます。今枯れ木みたいになっていますが、これ全部桜が咲きますからね。一見の価値ありですよ。行けなくても私が撮影してきますので、この状態を目に焼き付けといてください。ピンク色の森になります。このレベル5の卵がミュウツーです。パスを持ってない人には見えないのだから不思議なものです。私が2つ前にやった EX がこちらのジムでしたが、今回はトレーナーさんが多いです。余裕を持ってジムに到着です。ここをキャンプ地とする。負荷に備えます。今回は女性の方が積極的に仕切ってくれたおかげで色分けができました。こういう方が気分的に盛り上がりますな。出たなミュウツー、5回目のチャレンジはグループコードを待ちます。参加に成功しました。おすすめにバンギがいない。ミュウツーのゲージ技は気合がなか。まあ短期決戦だ。バンギ投入。池バンギ出す。ポケットの中のゴープラを押す彦本、ずいぶん余裕ができたものよ。気合玉発動、避けとくか。避けた。何これは、もしやあれか、いわゆる悪名高き酒バグってやつか。通称酒バグ。酒が成功してもダメージを受けたと想定してやられるだけのダメージを受けているとこのような現象が発生します。それにしてもバンギ兄貴はよくこの酒バグの餌食になる。あーでちゃった。亡霊バンギ、説明しよう。酒バグを受けるとその未練を残した思いから亡霊となって復活するのだ。しかし戦闘力はなく単に邪魔な存在になるのであった。酒バグでハッサムリーダーが何もできずにやられちまった。極悪すぎるぜ酒バグ。つい酒バグの存在を忘れて避けてしまった。気合玉であんなに減るというのも忘れてたけど。仲間がやられるたびに出てくる亡霊バンギ、しかし何もできない。先に成功したのにダメージを受けてしまうのも厄介だし、仲間がやられるたびに出てくるのも厄介。ほんと酒バグは厄介、厄介呼ぶ厄介です。気合玉つえまさか全滅するとは思わなんだ。全部酒バグのせいだ。
勝利です。普通なら普通に終わるけど、酒バグのせいで泡を食った。まあ記録になったからいいかなと思う。ヒクボンであった。次はないけどな。ダメージ量1か、津波。酒バグで思うように攻撃できなかった。でも、ボールは12個。十分である。行くぞミュウツー、差しで勝負だ。CP は前回より低い。サークルはグレートで固定。次に水平チョップを待ちます。ほいさ。水平チョップ。もうダメかも。本気で思うヒコボンであった。ザ・ネガティブマン。ふう、よかった。一応評価を見ておこう。うむ。というわけで5回目のミュウツー、無事ゲットです。また次回に期待です。 EX パス、はよ。